近藤投手、62球を投げて10失点で登録抹消。さらし投げさせといて落とすのか。抹消されてるじゃねえか。あかんやんけ。昨日投げた人全員落ちとるやないか。そら3人で18点も取られてるんだからそうなるわな。大粛清してて草。なってるじゃねえか。これもう神風特攻隊だろ。大粛清来たか。チーム内で何かあったかな。全員抹消は草。内心ブチギレだったんやな。俺に恥をかかせやがってって思ってるなこれは。全員抹消は草。バンドで18失点とか恥かかせたやからは全部抹消や。ボロボロの近藤を続投させたのは自分も続投するぞという意思の表れかもしれん。やっぱりあれやな。戦力外の見極めやったな。今年誰をクビにするかそれを冷静に立つ昭和見ていた。なんかプロ野球監督ってすぐに切れるような。打たれたら落とすのは誰でもできる。大切なのは次どうなのかなのに。俺に恥かかせやがって、おら、怒りに身を任せてるというか感情的すぎひん。自分は選手に笑顔も死後も米も禁止しとるのに。岡野はなんでなんや普通にアクシデントか松葉とか落としてる余裕あるローテどうすんの彼らはみんな米をたくさん食べていたらしいな。立浪、18失点したのは投げた投手が全部悪い。俺は悪くない。オフは何人生き残れるかな。めっちゃ大量に入れ替えるやん。さすがにこんだけ騒ぎになったら何かしないと首が危ないのか。中日面白かったのにさらし投げは笑えんわ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。